金坊や、ちょっとお母ちゃんお使いに行ってくる間お留守にしてとくれ。嫌だ嫌だよ、嫌だよ、僕も一緒に行くんだよ。そんなこと言わないで、10分ぐらいだからおとなしくお留守してらっしゃい。寂しければお隣のみつこさん呼んだげよ。みつこさんと一緒におままごとして遊んどいで。ダメだよみっちゃん、ダメだよ。おままごとしてもね、食べ物のあるうちはいるけどね、なくなるとすぐ帰っちゃうよ。また現金な子だわね。でも今日お母ちゃんが頼んどいてあげるからいいでしょ。あらみつこさん、あんがしてちょうだい。お利口ね。おばさんお願いがあんのよ。お使いに行ってくる間、金ちゃんと一緒におまんまごとして遊んでやってくんないこと、お願いするわ。その代わりお土産にね、キャラメルを買ってきてあげますよ。あら、おばちゃん、キャラメル買ってくださんの。そう、5銭のですか、10銭のですか。なるほど、現金な子だわね。10銭の買ってあげますよ。まあ、とんだ誤算罪。生意気なこと言わないでいいのよ。じゃあ、おとなしくお留守番してちょうだい。じゃあ、金ちゃん頼むよ。どっかちゃん、早く帰ってね。早く帰ってね。みっちゃん、何して遊ぼう。何して遊ぼうか。何でもいいわ。キャラメルの車でつなぐわ。つなぐ？何にもしなきゃつまんねえじゃねえか。おまんまごとしようか。でも、おまんまごとったって、ここのうちは食べ物がないから嫌よ。じゃあ、食べねえおまんまごとしようか。それじゃね、みっちゃん、うちのお母ちゃんの真似しろよ。そしたら僕はうちのお父ちゃんの真似するから。そしてうちで、あ、酔っ払ってお父ちゃんが帰ってくるとこやろうか。これは面白いぞ。そっちも面白いよ。だから、あのね、だから兄ちゃん向こう側へ去っていてよ。去っていてよ。いいか。僕はうちのお父ちゃんなんだよ。いいか。さっきぼー、ちょーろちょーんってんだよ。酔っ払ってんだよ、今。もっとより、好きでーわ。飲まぬって、おかあ今来ておって言うんだよ。そしたらね、そしたら兄ちゃんそこでね、咳払いしてね、また酔っ払ってんのって言うんだよ。あ、そういうの。えへん。またあなたは酔っ払ってんですか。ふふ。酔っ払っちゃ悪いがってんだ。へへ。あー、どんと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 。で、俺歌いかけたらね、静かにしてくださいよ、金坊が寝てますよって言うんだよ。あ、それ言うの。じゃあ言うわよ。静かにしてください、金坊が寝てますよ。ああ、金坊と聞いたことのある名だな。何言ってんのよ、自分のこっちゃないの。いや、そんなこと言っちゃダメなんだよ。今お父ちゃんの真似してんじゃねえか。お父ちゃん酔っ払うと親子分かんなくなっちゃうんだもの。そこんとこやってんだよ。で、俺が歌いかけたら静かにしてくださいってんだよ。それでな、おっかあ静かにするから一本持ってこい。静かにするから一本持ってこい。何持ってくんの？棒？棒じゃねえよ。うちのお父ちゃん棒なんと飲むんかい。酒持ってこいってんだ。あら、金ちゃんお酒飲むの？だって飲まなきゃ情が映らねえもの。金ちゃん、お酒どこにあんの？お酒台所にあるから持ってこいってんだよ。戸棚開けとこのあるから。あ、あったろ、それ持ってくんだよ。それで継がなきゃダメなんだよ。これ茶碗でいいんだよ。お父ちゃんおちょこなんてで飲まねえんだから、この茶碗へ継ぐんだよ。え、兄ちゃん継ぐんだよ。で、継ぐときね、こんなおばあさんのお酌ではお気に入りますまいねって言うんだよ。そんなこと言うの？じゃあ言うわよ。じゃあこんなおばあさんのお酌ではお気に入りますまいね。いや、そうでもねえぜ、ほんとに。はは、昔のことを考えりゃ、まんざら悪くねえからなあ、とくら。なあ。まだ金坊がお前のお腹の中にいた時分、北海道まで逃げたっけ、とくら。はは。もう一本持ってこい。あれ、金ちゃんまだ飲むの？飲むさ。もうこうなりゃ嬉し紛れに。あれ、金ちゃんそんなにコップに一杯飲んじゃって大丈夫？大丈夫だよ。もっと持ってこいってんだ。あら、おじさん帰ってきたわよ。おじさん、おばさんに頼まれたのよ。お留守にしていればね、キャラメルやるってそう言ったのよ。なんだよ。およ、おう、みっちゃん、お留守ばしたのか。あ、ご苦労さん、ご苦労さん。おじさん消したらいいよ。もう帰っていいよ。
帰っていいよ。いや、貧乏なんだこの野郎。とっくりなんだしあって、あぐらかいて真っ赤になってんやろ。おい、どうしたんでいい？何を？うん？酔っ払ってんや、あんな子にしよう。おめえ酒飲んだのか？うん。飲んじゃ悪いかってんだ。カイロの子はカイロだよ。おい、おい、しょうがねえな、こんちお前。酒なんと飲みやがって、本当に今。おい、おっかどこ行ってたんだよ。ただいま。ただいまじゃねえやな。おめえ、とっくりどこに出してたんだ。野郎一杯飲めやがったとめて、しぶしの前で真っ赤なタグラかいて威張ってるぞ。あれ、金坊、お前お酒飲んだのかい？いや、これはこれは、はは、見たことのあるお姉さん。おい、ほら、ちょっともう顔がわからないらしいんで、しっかりしてくれよ。あたしお母ちゃんだよ、わかんないかい？いや、もう、都心間のお酌でもう一杯。おい、気味が悪いよ、あたしはちゃいと。お前さんなんとかしてくれよ。お前さんがお酒飲むからこんなことになるんだよ。だっておめえがとっくにしまっとかねえからだ。しまっておいたんですよ。しまっといたっておめえが出してってからだい。あの、もし、もしもし、あの、ご両人。もう喧嘩はやめてもらえしょ。昔のことを考えたら喧嘩のできた中じゃごだんすんねえところ。ああ。私がまだおっ母のお腹の中にいた自分、北海道まで逃げたでしょ。知ってやろ、ほら、おい、しょうがねえな、おい。寝てくれよ、おい、金棒寝つくれよ。おとなしく寝れば明日の朝な、キャラメルをどっさり買ってやるからな。ふん、キャラメルなんではいらねえから、朝のお膳に、いちごを願えて。